ですね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。武蔵県のこれが本当だった5回目ですか今日は。そうですね。ですね。はい、今回からね、5時台に17時台にね、一応スライドアップしましてね、はい、やりたいと思いますんで、はい、この時間皆さん生で聞ける人はぜひ見てみてください。ラジオって言うんですよ。これラジオじゃないですから、あくまでもね、一応 FM ラジオっていうなんか聞くとね、うんうん、FM ってそれで絵を見れるからなんかいいっていう風にこの間聞いたんですよ。言ったんですよ。そうじゃなくても最初からラジオじゃないんだからインターネットテレビってもう歌いつったんですよね、これ。あ、だからラジオって聞くと ね、 ですよね、実際声だけとかってね、ですもんね。でトラックの運転手のファンがね、うん、じゃあケイさんラジオで聞くよと、 FM 行くどこなんだ、全然出てこないって言うんですよFM ラジオじゃない、 FM って歌ってるでしょ、全然おかしいと俺言われましたよ。どうなってんだってね、確かにですよね。そう、私も最初お話しいただいた時ラジオだと思って、そうですよね、皆さんそう思うんですよこの画面映るって知らなくて、そうですよ、なんかね、こう画面だとちょっとなんか私らのイメージのラジオとはまた違いますもんね。全然違いますよ、画面あるからいいんですよね、うんうんうん、で逆にね、いろいろこう例えばね、自分たちのこういうたくさんいいもんね、扱ってるじゃないですか、うんうん、顔が良かったり健康状態が全部画像で出ますからね、嘘つかないですからこれね。そうですね、嘘つけないです、ね、声だったらね、これ飲んでもこんななっちゃったって嘘言えますよ。そうなんですよね、元気だってね、嘘つけないですよこれ本当にね、うん、特にこういうコマーシャルをやってる以上はね確かに、だって今ねテレビとかもすごいほら画像が良くなったので、すごいです、隠せなくなってますもんね、毛穴のね、いろんなものがね全部もう見えちゃうっていう、全部見えますよねそうなんですよね、はい、はい、昔ね、うん、今は分かんないですけどね、はい、自分がこの世界入って東映入った時にね、うん、テレビで有名な誰々さん用 の、 ライティングって違うんですよ、みんな特別なんですよ。女優ライトとかあるじゃないですか、全部違うんですよね、なんかね、女優さんとかこうライトを当てて、そうなんですよ、飛ばすんですよね、普通のシワとかをね、テレビでさえね、うん、普通のやり方じゃないんですよ、うん、特にこの人前ライティングがもう決められてるっつってね、うんはいはい、びっくりしましたよ ね、 まあごまかせない時代になってきましたので、もう一括の大御所女優さんなんですけどね綺麗なねファンだったんですけど自分もね、でもあって綺麗だったんですよ確かにね、本当に奇跡な方だったんですよ ね、 そうですね、やっぱり女優さんとかやっぱ綺麗になさってますし、ね、そうですね、うん、まあ役員だってあんまり顔いじってもらいたくないですよね。まあそれはねそうですね、人間の顔って年いくとこう下がるようになるんですよ、うんうんうん、鼻なんかやっちゃうとどんどんこう、なってくるでしょ、ね、何回もやることになるんですよね、そう。だからもう鼻なんかとこれ日本人はいじんな方がいいでしょ、ちょうど年いくといい感じになってくるんですよ、こう下がってきて、はい、逆に言うともうやっぱりね年齢になってきましたね。そうです。あとはねあれです、肌ですね、肌です、もう肌の感じで、やっぱり印象変わりますよね。木俣さん見てください、この人たもう肌の張りが半端じゃないでしょありがとうございます。やっぱりこういう方が綺麗だと思うんですよ、うん、本当ね。ありがとうございます。でも本当にねやっぱ肌を見ちゃいますよね。おっしゃる通りです、うん、やっぱ肌がくすんでると、はい、やっぱりその表情っていうかその印象、そうです、印象がやっぱり全然変わってしまうので、おっしゃる通りですね。でやっぱりこう張りだったりとか、そうですね、そのこのツヤ感とか、はい、そういうのってすごい重要だなって思いますね。はい、うん、私もねなんかこの年齢になって逆にこういうなんていうのかな、こう肌を褒められるっていうことが、はい、こんな増えるって思ってなかったので、あ、うん、でもやっぱりその毎日口に入れるものだったり、まあ、いつも言ってるんですけど、はいはい、肌にこうのせる、まあ、塗るものだったりとか、そうですね、それでこんなに大差が開いてくるんだなっていうのをやっぱり自分自身がすごい体験してるっていうか、ね、本当その通りですね。若い時って分かんないですよね、20歳30歳ってのは。そうそう、これはね何年も使ってね40とかね、うん、30半ば40越していくとねやっぱり変わってきますよ、間違いないこれね。そうです、そうです、まあそのね若い頃はね本当にもう何食べても、そうですね、そこまでね肌の状態が悪くなるってことはないんですけど、やっぱりこう積み重ねていって10年20年後っていうのは、やっぱりもう全然変わってきちゃいます。おっしゃる通りですね、はい、本当ですね、本当変わるなっていうのは、
だから私、まあ、お客様とかでもやっぱ長い方だったら10年以上とかうちの、ね、はい、商品とかをご愛用いただいてる方、はい、あの年齢層、まあ、70代とか80代の方とかでもやっぱね肌の感じがもう全然違うんですよ。綺麗ですよ。そうですよね、本当に綺麗、うん、あの張りっていうのかな、はい、でくすみとかが本当になくて、はい、ほんと綺麗なんですよ、はい、なのでやっぱりすごいなと思って、はい、ね、いつも思ってます。この商品は皆さん絶対ね、うん、あのそのうち必須品になってきます。必需品で皆さんねもうこれが若さ健康の秘訣かっていうね、どんどん増えてきますからね。そうですよね、本当にね。だからねうちの、まあ、さっきねあのうちの営業の子がいるんですけど、はい、営業の子がね あるところにこう、まあ、うちのこの石鹸を持って行ったらしいですよ、はい、で使っていただいたらもう女性の方がこんななんか突っ張らない石鹸あるのっていう。はい、そうなんです、突っ張らないですよ全くね、うん、でも使用感もいいし、はい、あのずっと使ってみたいっておっしゃったらしくって、そうですね、だからそういう体験してくださったらもう分かる商品っていうのなかなかやっぱないじゃないですか、はい、そうですね、うん、で石鹸ってあのましてねやっぱりあの皆さん、まあね、何回も言ってるんですけどどうしてもこう洗ったら突っ張るっていうイメージがものすごく強いんですよ。そうですね、石鹸ってなんかね洗顔石鹸こうするとやっぱ突っ張ったりとか手洗った時、まあ、今皆さんあの石鹸とかでね結構消毒っていう目的で手を洗われてる方もいらっしゃると思うんですけど、あの液体のやつとかあの殺菌作用のあるやつとかああいうので洗っていったらどんどん手がこうなんかあの乾燥したりとかカサカサになってきますね。ですよね、突っ張るっていうのは体験されてると思うんですけど、これってやっぱり中身入ってる成分によってこういう風になっちゃってるんですよね。そうですよね、うん、でもこの典型石鹸こちらなんですけど、この典型石鹸だと洗っていただいたと本当にしっとりするので、はい、もう乾燥とかがやっぱりしにくくなる。はい、そうですね、うん、なので何回もまあ洗っていただけるし、ね、まあ、今なんかはね、はい、やっぱりあの常に手とか洗っていたい状況じゃないですか。はい、そうですね、そういうのでも使っていただけるので顔だけじゃなくて手とか、はいはい、まあ、体とかも全身洗っていただけるっていう形になってます。はい、はい、これはねおすすめなもんですよ、この石鹸はね。そうなんですよね、はい、だってあれですもんね、あの武蔵さんももうリピートしてずっと使ってくださってますもんね。これは本当ね素晴らしいですよ、真面目にね、これ、ねえ、なんか男性の方とかもこの前あの、ね、男性で あれですよね、3人男性の方がいてて、武蔵さんと、はい、まあ、あと2人の方も、はい、典型石鹸ね、現れ典型石鹸で現れてるって方男性でね、はいはい、いたんですけど、そうですね、みんな肌ピカピカだった、ね、3人ともね、いいおっさんがね3人ともなんかね、はい、あのもうおじさまではありえないぐらい、はい、あのお肌がピカピカ で、はい、でね、皆さん聞いたらやっぱりね石鹸使ってくださってて典型石鹸を、はいはい、うん、だからすごいなと思って、だ男性の方なんか余計あれなんじゃないですか、やっぱり洗うものを変えてもらうだけでも違いますよね、あの違いを感じやすいかもしれないです。そうですね、女性の方ってやっぱりどうしてもねやっぱ日頃からいろいろね使われてますし、まあ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 そ、ね、ある程度はされてる方が多いので、まあ、神経も使ってらっしゃるでしょうからね、うん、なので男性の方一回ねちょっとやっぱり使っていただいたらいいかな、ね、あのよくね、政治家の皆さんとかね、あの社長連さんたちとかね、はい、人前に出る方が多いじゃないですか、あの要はその会社の顔になる方ですか、はいはいはい、安倍最近昔と違ってみんなおしゃれだし気使ってますよね。そうですね、政治家先生なんてのは化粧してますからね、メイクしてね写真撮る時とかね、スタイリストついてね写真ね、あの立候補する時看板に写真出てますよね、うんうん、あれメイクしてますからね、今変わってきてますよ時代がね。やっぱりじゃあお肌がやっぱり綺麗方がいいですよ ね、 そうですね、やっぱり人前立たれる方はね、そうですね、やっぱり素晴らしいこと言ってこんな、うん、なんかねギザギザだったなんかちょっと不潔っぽいなよりもやっぱり綺麗な方がいいですよね、会、うん、った時にね、うんうん、それは絶対ありますね、いやじゃあまあ男性の方も、そうですね、武蔵さんファンの方もぜひ、ぜひ皆さんおじさんの方も、ぜひお使いいただいたらと思います。そうですね、はい、自分のファンの企業の社長会長皆さんおしゃれなんですよ、これぜひね、うん、あの皆さん使ってください、本当話せなくなりますよご家族で、はい、そうですね、はい、本当に本当にありがとうございます、よろしくです。これ木村さん典型石鹸これ、うん、画像出しましょうか、せっかくなんで今ちょっと送ったの、うんうんうん、せっかく話が出たんでこれ、あ典型石鹸のインスタのやつですね、今ちょうどね送ったんで、うん、あの私たちあのひろみきま
ったで検索インスタでしていただいたら、はい、私あの毎日あの商品とかをインスタで発信をさせていただいてて、そうですね、であの鳥取の方、まあ、鳥取が本社なんですけど、鳥取の方でもこの、ホルミシスルームっていうラドン浴っていう健康ハウスをやってるんですね、はい、そこでもインスタであの発信をさせていただいてて、はい、そこにもいろいろあの商品のこと、こちらで今のこう並んでる商品のこととかも発信させていただいてて、そうですね、はい、それちょっとあのこれね、かゆみバイバイって、石鹸でかゆみバイバイって何なんて思われるかもしれないですけど、逆にかゆくなっちゃう、普通かゆい時は石鹸使うのやめろって言うじゃないですか逆にね、これね実はね、あの点検石鹸の一つの、まあ、使い方なんですけど、はい、あの皆さん、まあ、これからねちょっと暖かくなるとかもう出てるかもしれない、蚊とか、あの、まあ、ムカデとか、まあ、噛むあの虫いるじゃないですか、刺す虫ですね、そうですね、でもね、であの蚊とか噛まれたらそこがまあぷくっとして痒くなりますよね。なりますね。で、できたら早めにこう噛まれた時に、はい、この点検石鹸で洗ってほしいんですよ、その噛む。ああ、なるほどね、うん。泡立ててね、こうくるくるくるっとしてね、はいはいはい。で、水で流してください。はあ。そしたら、不思議なことに、痒みが止まるんです。ああ、なるほどね。痒みもないし、膨らまない間に治っちゃう場合もあります。で、ムカデとかの場合はちょっとまた痒みが出てきたらまた洗ってください。なるほど、ね、で流してもらうっていう、これを何回かで繰り返してもらったら、はい、ああいうあのムカデとかね結構やっぱひどくなるとこうかきむしっちゃったりとかして、あのちょっと大変な、なんか治りにくくなったりするんですけど、そうですね、もうカーとかなんかはね結構ねもうすぐ洗ったらすぐそのままいけます。あ、なるほど、ね、なのであのこれからまあね、あの公園とか行かれる時とかはちっちゃいこの石鹸の ねこれぐらい の、 あのちょっと使いかけのやつ置いておいて、はい、であのジップロップかなんかに入れてカバンに入れとくと、ね、ちょっと噛まれたらねすぐにもう洗ってほしいんですよ。公園に水道ついてますからね、ありますから ね、まあ、どこでもね、それでこう洗っていただいて流してもらったら、はい、本当に不思議なほどなります、なくなります。皆さんぜひ試してみてください、はい、ですのでね、はい、ちょっとこれからちょっとそういう使い方がまた増えるかなと。で、ね、もしねこうやって噛まれてもね、そのこの点検石鹸でしたらね成分とかも大丈夫ですのでね、はい、そのままこう洗っていただいたら、はい、これもしかしたらあの、うん、ペットなんかも、ペットって言葉好きじゃないですけど、ワンちゃんとか動物とかワンちゃん猫ちゃんとかもシャンプーいけるんじゃないですか、これで。めちゃめちゃいいでしょうね、はい、あのね、結構ねあのワンちゃんとかでも皮膚病のワンちゃんとかすごく多いんですよ。多いですよね、確かにね、うん、あのこうお腹のところがねもう赤くただれちゃったりとかっていう子がいるんですけど、こういう時もねあの、まあ、シャンプーあのなんていうかな、あのワンちゃんとか用 の、 あのシャンプーってね割と成分きつかったりするんですよ。きついんですよ、だからまたそこのそのシャンプーで洗うとまた赤くなっちゃうっていう現象になるんですけど、はいはいはい、このあのカバナあのこの点検石鹸で、はい、普通に、まあ、あの泡立てていただいて、まあ、毛があるから、まあ、毛でねこうくるくるっとしてもらったらすぐ泡立ちますから ね、 そ、 ね、それでこう全身洗ってあげてみてください、はい、そしたらね1回の洗った後にもう炎症時っていうか真っ赤っかなところがちょっと収まってるっていうのを見れると思います、はいはいはい、ですのでね結構そのちょっとぐじゅぐじゅとか傷とかなってるところも ねあのどうしてもこう置いていくとここにばい菌がいろいろなるので、はいはいはい、それをきれいにあの点検石鹸で洗っていただくことで早く治りが、はい、早くなります。あの皆さんよくあの、ね、いろんなショップでシャンプーやってるじゃないですか、うん、そういうところについていくんだったらちょっと手間かかりますけど、うん、可愛いご家族ですよ。そうそうそう、ご自身でね洗ってやれば一番いいと思いますよ。そうですよね、だからまあお家で洗っていただくのもそうだし、はい、もしあのトリマーさんとかに依頼される場合は、はい、持っていてね、そうですね、前石鹸でね、おっしゃる通りです、あの持ち込んでいただいてね、はい、ぜひあの使っていただいたらいいと思います。そうですね、うん、もしよかったらね使いたいってなるかもしれないですよね、本当にいいもんですからこれね。いやそうなんですよ、はい、それでねやっぱりあのどうしてもそのあの市販のやつっていうのはやっぱり匂いとかも結構きつくしてたりとかするの で、ね、まあ、香料に問題があったり、まあ、成分も問題があったりすることも多いんですけど、動物は特にちょっと嫌がれますよ、匂い ね、 でやっぱりあの洗浄力がすごくやっぱりあの、はい、ワンちゃん用のやつとかもね強いですよね、うん、あの優しく書いてるんですけど、はい、あの洗浄力がすごい強くてあのどんどん悪化しちゃうっていう子が多いんですよ、可能性ありますね。うん、なんかあの例えばちょっと手術したりとかこうあの切ったりとかね、はい、したところもあのこの点検石鹸で洗っていただいた方がいいと思います。
であのお子さんとかでね、これからやっぱ飛び火とかね、ありますよね。あの自分よくちっちゃい時あったんですよ。ありました。書いてね、でね、学生の時ね、実は恥ずかしいんですけどね、はい、足ね、夜中に書いて前の日に田舎でやぶっかにかかめて、足ね倍になっちゃったんですよ。倍に、ね、なんだろうと。俺学校行けなかったんですよ。で正直にね、蚊に加えて足荒れてやべ、あれ休んだったら先生にね、お前どんな足してんだって言われてね、嘘じゃねえのかなって言われましたね。でもね、あの山ってね、ちょっとすごい、うん、あのひどくなるやついますよね、噛まれたら。やぶっかって言うんですけど、ね、昔ね、あります、あります、あります。こんな大きいんですよ。あのよく見ると、ま、目がこう見えるようなね、本当大きいんですよ、もうね。だからそういう時も、あのもう噛まれたら、はい、できるだけ早くに、あのその幹部のところ洗っていただきたいんですよ。そうでしょうね、うん、でちょっとまたぶり返してきたらもう一回また洗うっていう、はい、これを何回か繰り返していただいて、はい、するとね本当に変わりますんで。そうですね、うん、だからまあこれからの時期で皆さんこれからも、ね、そうあの学生さんとかお子さんがいらっしゃると思うんですよ。よくスポーツやってる方、うん、合宿行きますよね、夏とかね。これ持たしだったらどうですか。いいと思いますよ。そうです、ね、汗かいたら全身洗えるしね、はい。でさっきあのその飛び火の話があって、その飛び火ってね、やっぱりあのどん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 やっぱ感染っていうか、あのいろいろ広がっていったりとかして、どんどんひどくなっていっちゃうので、ね、はいはい、書いてね、はい、そうです。でそれを、まあ、この、まあ、かゆいところを、飛び火になったところをこの点検石鹸で洗っていただくじゃないですか、はい、で洗ってその後にこのあのカバナナ竹茶、はい、これあのいつもこれ飲んでるやつなんですけど、そうですね、これをコットンに浸してね、はいはい、このお茶にコットン浸して、この飛び火が、まあ、例えば出てるところに貼ってください。なるほどね。はあ、そうすると本当にね、あの変わりますので、この美容アフターもすごく多くて。あ、なるほどね、うん、あの保育所とかね、そういうあの幼稚園とか行かれてるね、お子さんとかね、もうどん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 やっぱりひどくなったりとかね、 あるんですよ、だから、まあ、できるだけお家でそういうケアをしていただいて、あの、まあ、パックねした後ね、もう、例えば網みたいな感じで包帯で巻いてもらって、はいはいはい、そのままあの、ね、寝てもらって大丈夫です。あ、で朝取って取り替えてっていう形ですると、はい、すごく早く良くなったっていうお声がすごく多いので。これだってあの実はいろんな自分を接待で食べ過ぎちゃうんですよ、はい、普段あんまり食べないですけど、肉とか本当はね、何でも刺身でも美味しくて、もう目いっぱい食っちゃうんですよ、うまくてね。俺自分飲まないからね、食べてくれないし、そうですよね、いっぱい出されるんで、そうそう、残すの飲まないですよね、残すの失礼だからついね、もう出たまま食べちゃうと。腹がね、胃が向かう、これね苦しいんだけど、あの自分ね、あの尿管結石やったんでね、水飲まなきゃいかんから、これガブガブ飲んだんですよ。だから胃が全然もつれないんですよ、これ。わかります。これいい働きしますよ。そうなんですよ。だからあのね、胃潰瘍とかでなりやすい人とかはね、そうそう、特にね飲んでいただくのも本当おすすめで。あともう一個発見したのは、はい、石って溜まりやすい体質の人はこの腎、右のここが痛くなってくるんですよ、これ。あの水をずっとこの季節に飲まないとね、これがね、石がまた、うん、これをガブガブ飲むと全く痛みがもう気圧が出てこないですよ。そうですね、あのなりにくくなりますし、あの飲んだ途端にいろいろゴロゴロ出てきたっていう方もいらっしゃいます。おしっこもよく出るしね、はい、だどんどんこれあの活性化するんですよね、悪いものどんどん出してね、まあ、循環がね良くなるので、まあ、それでやっぱりこうなりにくくなります。そうですよ、これね、はい、そうなんですよ、いろいろ体感してくださってて、カバのあなたけね、ぜひと皆さん、そうですね、なんか食べ過ぎた時とかね、私あの昔結構その胃薬、はいはい、胃薬あのあるじゃないですか、あのキャッターなんとかっていうやつとかもね、はい、ああいうのとかも結構常に持ってて、はい、なんかやっぱりそれを結構飲んでたんですよ、はい、でももう多分10年以上はそういったの飲んだことないですね。そうでしょうね、はあ、胃薬飲んでないですね。だから私もあのちょっと食べ過ぎたなとか、はいはい、ちょっとあのあちょっとこれは胸焼けしそうだなっていう時はこれ絶対飲んでます、はい、そうですよね、これね、うん、そしたらもう大体これでこと足りるというか、はいはいはい、気づいたらもうそんなことなくなってて、ね、消化も終わってるっていうのがあるので、ね、はい、そういう使い方もいいですよね。いいですね、うん、だってお薬じゃなくてね、こういうあのお茶でできるんでしたらね、あの絶対いいと思います。皆さんだってこれティーパックでね、うん、あのこれですよね、はい、どこでも持ち歩きできるんですよ。そうなんですよ ね、そうなんです、そうなんです。
で喫茶店入ったら何か頼んだらね、うん、お湯くださいって言ってね、これ入れてお湯でね出して飲めばいいんですからね、別にね、食後とかね。なんかこれもね、まあ、お水、まあ、私ちょっと出張とかで外行く時とかはやっぱりなかなか持ち運べないので、コンビニとかでこうお水を買うじゃないですか、はいはい、そしたらこのお水のこのペットボトルにもうそのままティーパック入れちゃうんですよ。なるほどね。そしたらもう水でも出てきますね、ちょっと時間かかるんですけど、そうですね、しっかり出ますので、出ますね、で出張の時とかはこうやってそれで作って飲んでます。はいはいはい、うん、水でも全然いいですもんね、確かにね。そうなんです、結構ね、で何回も使いますからね。そうですね、だから、ティーパックで、一方でだいたい1リットルとか 1.5 リットルぐらい作れちゃうので、あ、ね、はい、これだったら2本ぐらい作れちゃう。これせこいようだけど、うん、使ってこうたまるじゃないですか。これ例えばまたその使ったやつをまとめるとまた出るじゃないですか。あ、そうですね。結構出ます、ね、最後の最後でまたこれが出なくなったら、これを破って振りかけになるでしょ、これ。あ、そうなんです、ね、そうなんです。だからそれを、出がらしをね、出がらしを出していただいて、こう見るとか、はい、ごますり器みたいなんで、はいはい、ちょっとパウダー状にしてもらって、そうですね、でそれをカレーとかに入れていただいたりとか、はい、お子さんだったらね、ホットケーキのに入れるとね、ちょっとね黒い粒みたいなのが出るから、なんかお母さんたちがね、これチョコだよとか言って、なるほど、ね、チョコチップとかって言って言うと、なんかすごい食べてくれるっていう。チョコチップじゃないんですけど、はい、そういう風に食べさせてますっていう人とかもいらっしゃいますね。ぜひそう使ってください、お子様にね。小さいうちからこういうの体に本当にいいですから、無添加でね。そうなんですね、捨てるところがなくて、ないですね。だからお茶を、まあお茶で飲んでもらって、その出がらしを食べるっていう方法もあるし、そうですね、あとティーパックのまま置いといていただいて、はい、お風呂に10本とかね、20本とかこれをね、はい、パッと入れると、まあ、ちょっとまあ色はそこまで出ないんですけど、こうすごく温まったりとか、ね、でお肌にもいいの で、 いいですね、はい、結構ね、女性の方とかされてる方多いです。もう食べるのはもうめんどくさいから、ね、ティーパックそのまま置いといて入れるとか、贅沢な使い方ですね。そう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 、ね、私体本当にまあ、昔ね、その、15年前ぐらい、はい、ね、もっともうちょっと前ぐらい、体調悪くした時とかも、はい、本当にこのカバナータケを紹介してもらった時に、はい、これをね、一歩を全部お風呂に入れて、はい、こんなお茶なんですよ、はいはい、ドラえもんとかで静香ちゃんがほら牛乳風呂とか知りません？牛乳風呂みたいな、ね、なんか入ってたじゃないですか。なんか そういうイメージで、なんかこうカバチャ風呂みたいな高級な。なるほど。で、これ こういう色のね、お風呂に入ってたんですよ。はい、これもすごくよくて、デトックスにもなるし、すごい温まるので、血流も、まあお風呂だからまあ血流もあれなんですけど、よりよくて、で体に力が入ったりとか、そうですね、で排泄もすごく良くなりました。これお風呂入ってんじゃないですか。うん。え、なじゃ喉かいたらほんま飲めますね、完全に。いや、でもちょっとなんか、ちょっとね、私ちょっと潔癖だから無理かもしれないけど。これも考えたら、もう汗かいて、うん、やばい貧血だって、これは、あ、そのね、飲む手もありますね。飲んでもらったらね。あ、それもありですね。ありですね。ね、それ気にしない人であればですよね。いやでもね、だからそういう、まあ、お風呂に入れたりもですし、そうですね、あとね、観葉植物とかね、それにね、この出がらしをこう土混ぜといたら、はいはいはい、もう今すごい新芽がボン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 出てきたりとか、植物も元気にさせてくれるっていう。なるほどね、うん、でこうまあ、花瓶があったとして、はい、花瓶にこのティーパックを、はい、出がらしのティーパックを入れておくじゃないですか、はいはいはい、でお花さしておくじゃないですか、はい、すごい持つんですよ、信じられないぐらい。はあ、持ちがすごく良くなります、植物の。自然ってすごいですね。これ絶対人間の抵抗やと思うんじゃないですからね。そうなんですよ、だから加工品ではね、ここまでいかないと思うんですよね。思いますね、うん、だからまあ人間にももちろんいいんです、人にもいいんですけど、はい、こういう植物とかね、まあ、ワンちゃんとかね、猫ちゃんとか、そういう子たちが使ったのを見ていただいたら、ね、ものすごいってことが分かります。このじゃあ、うん、細かくしたやつはね、猫ちゃんとかワンちゃんの餌に混ぜるのも全然 OK ですね。です、匂いもほとんど分かんないですから、細かくしちゃえばね、パーズルしちゃえばね。だからまあ、この前お話したかもしれないんですけど、もうね、なんかワンちゃんでね、はい、17歳かな、17歳のね、老犬の子がいてて、これですね、このダックスちゃんなんですけど、はい、その子のところにね、この目の上のところにこう腫瘍みたいなのができてたんですよ、はい、
でもうその腫瘍が大きくなってきて、はい、だから眼球こう圧迫してもう目も開けれないような状態でもうフラフラでね、はい、もう多分まあ今夜がまあもうね、透明だとかなっていうことでもうご家族ももうねなってたんですよ、はい、でもう最後だからって言ってこのカバナナタケ茶をあげたのと、はい、でご飯にねそのこのご飯にこう混ぜてあげてこれをご飯にこうかけてて、はいはい、でそれで与えたんですよ。そして食べたんですって、はいはいはい、そ数時間後ねあの目が開いたんですよ、はい、この腫瘍でこう圧迫されてた目が開いて、はい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 、でなんと数日翌日だったかな翌日この腫瘍がポロって取れたんですよ。それたった1回がその前にそう、で今もだいぶもう何ヶ月も経ってて18歳になったんですよ。このポロッとで皮膚からこう落ちたんですね。そうなんですよ。こう出てきたんですよ。切開もしなくてもポッと。がんとかもこういう露出したりとかするのもあるんですけど、はい、だからこれがねボコッとねあの皮膚のところから出てきて腫瘍が。はでなんかね毛の塊みたいなのがね床に落ちてたんですって。はいはい、でなんかうんちかなと思って、はい、お母さんが見たら、はいよく見たらここの腫瘍だったんです。でここはもうなくなってたってことですね。綺麗に。そうなんです。でここがなくなって今もなく、それも綺麗になって、はい今もまだ元気です。よかったですね。もう多分半年以上経ってるかな。そのワンちゃんって利口なんですよ。これを体に入れて良くなったって分かるんですよ。嫌がんないでこれからもずっとそれ多分食べたり飲み続けるはずですよ、はい、毎日間違いなくね毎日そうでしょうね、はい、飲んでるそうです。だからもうご家族が本当に喜んでくださってそうですね。もうねワンちゃんとかってねあれですって本当にいいものを与えたらそうなんですよ。その結果がすごい出るんですって生き生きと。そうなんですよね、うん、そうなんですよね。なのでこのカバナンタケを与えたことによって本当に蘇った。なるほどね、うん、でもご家族中というかねもうあのそれを、動画とか、はい、そういったのにあのアップしてくださってねインスタに、はいはいはい、またちょっと今度あれでしたらねご紹介させてもらいたいと思うんですけど、そうですね、うん、そこでね本当に元気になってるんですよ。あいいですね、本当に普通に本当よかったですね。ねだからまあもちろんね、まあ、命ですからね、はい、いつかはで最後の時が来るんですけど、はい、でもやっぱり家族としてはね、ちょっとでもね、そうですね、その日が来るまで、はい、元気に過ごしてほしいじゃないですか。そうです ね、生きる望みがあるうちはやっぱり手を尽くしてあげたいですよね、うん、これね。そうです、はい、うん、なのでこういったでまたねこういうカバナタケとかだったら副作用とかもないのでないですね、うん、自然なものですからね本当に良かったらいいっていう結果なんですよ、はい、でもお薬ってねその場で例えばまあ痛みが収まったりしてもここから、無理をさしているので体に根本的に根っこを治してるわけじゃないですからね。そうですね。ですから副作用だったりとかっていうのは絶対つきものなんですよ、はい、そうですね、うん、どんな素晴らしいお薬でもやっぱり副作用っていうのはあるのでありますね、うん、なので、まあ、本来の機能をやっぱり違うことになってしてしまって止めてるだけなので、はいはいはい、でもこのカバナナタケっていう、まあ、自然のものであればそういったねないですからね無理が。そうですね体の全てがいいわけですからね。そうだからこれ飲んだから他がおかしくなったことないですからね。そうですそうです。だからそういうことがもう本当に一切ないのでいいことしかないなって私は思ってて。そうですね、うん、でこんなワンちゃんでねこんな効果的ってことはやっぱり人間でもそうだと思うんですよ。必ず効果あります ね、で人ってねやっぱりどうしてもこう考えるから、はい、どうかなとか疑ったりね、はい、本当に効くのかなとかもうそういう雑念がすごいあるからいいものもやっぱりこう効果がやっぱ薄れてしまう人とかもやっぱ多いんですよね。そうですね、うん、まして安いですもんねこれね。そうです、ね、高いからどうしようか安いですもんはっきり言ってね。そうなんですっていう気なんですよ。そうなんですよ、そうなんですよね。こんなないって言ってね。だからねだいたいこれまあ多分500かな 500ミリだったら、ね、大容量の作り方っていうのをちょっとインスタにも載せてるんですけど、はい、そのお得な作り方をしたらねこれ1本51円ぐらいです安いですね。だって普通に買ったらどうですか100円ぐらいはしますよね。130円から150円ぐらいしますよ ね、 すねですよね。そうしたらまあそれ半分ぐらいで健康が買えるって思ったら、ね、そうですよね。ですよね。1本分で2本ですもんこれね。飲めちゃいますよ。そうなんですよ。でなんか今朝もねなんかその飲んでくださってるところの息子さんが
まあ、お母さんがね家にね、まあ、あのカバナ畑以外の、まあ、お茶がまだちょっと残ってたんで、はい、まあ、こっち先ちょっと飲んでほしいなって言ってで学校に持ってくる水筒に入れるねお茶をね、はい、ちょっと取り替えて、はい、カバナ畑じゃないお茶を入れてたんですって、はいはい、そしたら今朝長男君に、はい、なんでそのなんかこのカバナ畑にしてくれないのと違うのにしたら便秘になるから子供をカバナ畑にしてくれと。そうですね、で苦情が来たらしくて、はい、お母さん反省ですって書いてなるほどね本当に便秘ですよ、ね、飲みすぎちゃえば緩くなって出ちゃうしね、うん、自分でやめればいいことだってこれね。カバナナタケって、はい、あれなんですよ 60% 食物繊維でできてるんですよ、はいはいはい、なのであなるほど、ね、皆さんね腸内環境とかいろいろね気にされてしてると思うんですけど、はい、お茶飲みながらでもそういったこともできるってことなんで。そうですね、これに饅頭でも合いますしね。そうですね、合いますよ。自分饅頭好きで言っちゃいますけどこれに饅頭あ合いますね、大福とかね。そうですね、食べてこれでやりますよ、ね、まあ、夏は冷たくでもいいし、ね、常温で飲んでいただいてもいいですし、はい、まあ、温かいのがいい人はね、はい、温かくしていただいて飲んでいただいて、はいはい、自分が好きなように飲んでいただいたらいいと思います、これ意識で割る方もいますしね。そうですね、水割りとかね。そうです、そうです、全然いいですよね。そうなんですよね、このなんか水割りがすごい人気で、人気あるでしょう、はい、ね、皆さん飲みやすくて二日酔いになりにくいとかって、はい、焼酎にねこれ割るとかね。そうですね、もう聞いてそれ専門の人もいますからね、うん、そうなんですよね、だからまあでも毎日ね、まあ、水分にこう、まあ、水分の取るのにこれに変えていただくだけなの で、 そ、 うです、ね、そんなまあ別にその特別にね何か作ったりとかって必要がないので、はいはい、ね、続けやすいと思います、はい、うん、これ本当慣れてくると絶対体にいいですよ、間違いなくね。そうそうそう、でやっぱりね子供たちも本当に飲みやすいんで、はい、無味無臭ですもんね、苦味がないですもん ね、 まだね。そうなんですよね、ところがねこのねカバナナタケってね気をつけとかないと、いろんなになんか混ぜてるところとかでしょうね、なんかねいろいろあって、ね苦いとか、あでねこれを飲んだら喉がねイガイガするっていう方もいらっしゃるんですよ、他社製品ですけど ね、 なるほどね。でもねうちのお客さんがねからしたらそんな意外がするとか絶対信じられないと思うんですけど。そうですね、まさにね。そうだから、カバナタケだけは本当にちゃんとしたところっていうのかな、知ってるところで買われるのが一番いいです。なんか水飲んでるような感じですもんね。そうです ね、 ね、はい、まあ、いつも言ってますが子供たちは色のついたお水もうちょっと甘くてもいいんじゃないかと思うぐらいね、本当に水これ誰でも飲めますよ、本当にね。だから部位によってはねちょっと甘みを感じるっていう方もいらっしゃるんですよ。あやっぱりね、天然のものなので、はい、やっぱその部位によってちょっと若干、ね、やっぱ味っていうのはちょっと違うこともあるんですけど、はいはいはい、そこまでその苦いとかなんか意外がするっていうことはありえないので。これにね、はい、ミルクとか入れるのもいいけどもったいないですよね、逆にね。このまま飲んでもらいたいですね。ね、私はね結構ね蜂蜜入れたりとかね、あ、はい、蜂蜜を入れて飲んだりとか、ね、温かい時とか、ね、ちょっとこう喉潤をしたりとか、ね、いいでしょうね。まあ、武蔵さんもやっぱ、ね、言葉をしゃべる仕事されてると思うので、はい、あれなんですけど、やっぱ喉どうしてもなんかこう痛めたりとかあるじゃないですか。なので私とかもね、ホテルとかってやっぱちょっと乾燥したりとかもあるので、ね、はい、これにまあ蜂蜜を溶いて飲んだりとか、はい、そういう風にしてる時もあります。そうですね、はい、蜂蜜入りもね結構おすすめですね。あいいですね、蜂蜜温かくして。そうですよね、はい、蜂蜜ってもまた今度紹介したいですけど、ほとんど市販されてる純度 100% ってあれ嘘でしょ。そうです。で実はちょっと今日ちょっと持ってきてないんですけど、はい、ちょっと次回もお持ちしますけど、はい、うちこれであれなんですよ、鳥取県の、蜂蜜と生蜂蜜と、はい、でこのカバナナタケをドッキングした、はい、海外でカバナナタケってチャーガーって呼ばれてるんですけど、はいはい、チャーガハニーっていう、はいはい、そういうのも商品作ってるんですよ。そうですね、これちょっとね大人気商品 で、 でちょっとあんまりね紹介するとね、ちょっと皆さんに苦情できる、ま、苦情来るぐらい買えない、間に合わないでしょうね、買えないぐらいちょっと売れちゃってるんですけど、鳥取県の、まあ、ある山のところでね、一人でやってる養蜂家さんがいらっしゃるんですよ、はい、でそこでは本当に採取したものをね、普通大体まあ、例えばこう熱を加えたりとかしますね、うん、で持たせるためにね、蜂にですね抗生物質をバーッと振りかけたりとか、
あのそういう製法で作ってる蜂蜜がほとんどないそう。じゃないと持たないって言いますもんね。もうすぐ悪くなってますもんね。すごいんですよ、はい、ところが、まあ、あの私があの使ってる生蜂蜜を使われてるところっていうのは抗生物質とかも一切使わずに、はい、で農薬検査も、まあ、うちの方で独自でさせていただいてるんですけど、はい、検査しても農薬フリーなんですよ、はい、なるほど、うん、で日本でね農薬大国なので。そうなんですよね実はね。あの、うん、なので、農薬フリーの蜂蜜を探すって言ったらめちゃめちゃ至難の技なんですよ。でしょうね。どうしてもね蜂蜜ちゃん、あのミツバチちゃんがやっぱりちょっと農薬を拾ってきちゃうんですよ。なるほど、ね、どうしても、うん、だから検査したらやっぱり結構な確率で農薬って出てきちゃうんですよね。本人は悪気なくてもそういう花に農薬も入ってるから、ね、そうなんですね、もう、はい、もらっちゃうんですよ。しょうがないですよ ね、 これね。でもその中でもそういったのがないっていう、あのもうそのまま食べていただいても美味しい、はい、蜂蜜にこのカバナの竹をドッキングしてあの作ったチャーガハニーという商品がありますんで、これがね今月ちょっと発売予定なんですよ。ちょっと日にちちょっとまだあれなんですけど、あ、そうですか、はい、いよいよあの今年春の、あ、そうですか、春絞ったあの、はいはいはい、はい、あ出るんですね。そうなんですよ。で春のね蜂蜜ってねこういろんなお花があるじゃないですか、はい、だから本当に花々しいっていうかな、あのちょっとゴージャスな香り。なるほどね。生蜂蜜だからね香りがすごいんですよ。だって自分でこれいただいたじゃないですか。ちょっとねこんな高級なのね、いいのって。いや美味しかったですよ。そうなんですよ。もったいないぐらい。これそうなんですよね。食パン何もあのもういらない食パンにこれをそのまま食べた方がいいですよね。本当に良かったです。ね、だからそのまま食べていただくのが。で蜂蜜ってすぐあのエネルギーになりやすいので、はい、ちょっとねやっぱりこういう時期っていうのかな、5月とかって、まあ、5月病とかいろいろあるんですけど、やっぱりちょっとなんとなく体がだるいなとか、はい、なんか疲れてるなとか、あのよく眠れない人、はい、それもね、そういう方もね、あのちょっとこのチャーガハチミツをね、こう一さじを夜寝る前に食べてみてください。で食べてから寝ていただくっていう。だって木村さんね、あの自分ら役者仲間でいろんな高級酒匠の人いるんですよ、うんうんうん、こんなプロポリスってね、こんなの3万とか4万とかで確かにこうすごいんですけど、でも果たしてどこまで血の薬か分かんない。ましてアメ横で売ってるんですよこれ。あ、そうですね。なんでね、言いたくないけど失礼ですけど、ね、やっぱりね、あの消費なんていうかな、製造者が見えないって、はい、そうなんですよ、結構怖いんですよね。本当ですよね、うん、で私たちのその蜂蜜っていうのは、もうその養蜂家さんともう密に、ですもんね、もう密にあれしてて、あのすごい見てますので向こうもこっちで独自でそれ検査するものもあるんで ね、 そうですね、ちょっとぐらい大丈夫だと思ったって出ちゃうから、そういうわけにいかんじゃないですかね。信用なくしますもんねこれね。そうなんです、いっぺんで取引なくなっちゃいますからね。そうなんですよね。だからまあ私自身も、私がやっぱり出すっていう商品に関しては、はい、自分の全責任を持って、そうです、ね、やっぱりあのしっかりとしたう、ね、もう消費者目線で、はい、あの厳しくこうチェックして製造してね、はい、あの製品化して出してるんですけど、厳しいですよそれなのでやっぱ蜂蜜に関してももうその製造をされてる方とももう密にお話しさせていただいたりとか、はい、まあ、実際見させていただいたりとか、はい、そういうことでもう決めてますので、うん、まあ、やっぱりね蜂蜜も本当にちゃんとして、ね、できたものってね、これがまた効果がすごいんですよ。そうですよね、うん、今までね食べてた蜂蜜は何だったんかなってって思うぐらいのレベルです。あの自分ね、こういう人もやってていろんなところ接待をくれるじゃないですか、あの、はい、どこだっけな、素晴らしいホテルでねこういうパンが出るんですよ。あの、うんうん、で蜂蜜がいいですか、オリーブオイルがいいですかって、量高級なんですよ、ね、量をくださいって言って量を試したんですよ。その蜂蜜はうまかったんですけど、でも、うん、あれよりももっとこれね濃かったですよ濃いです、非常にね。ねえ、だからやっぱ本当にあの絞ったままのあのものってあのねやっぱ全然違うんですよ。でね、巣箱のね、まあ、まあちょっとまた詳しくあれですけど、あの巣箱のね使い回しっていうのもあるぞ。使い回すってことはだんだんこう古くなるんで雑味が出てくるんですよ、蜂蜜に。なるほどね。でうちのやつってそれやってないんですよ。毎回きれいんですよ。あ、なるほどね。で人間が食べるものとミツバチが冬を越せるものと残してやってるんですよ。はあ、
ミツバチのためにも思ってね、分けて、あの多くのところってね、もうミツバチの分も全部人間のために取っちゃって、でミツバチ殺してるんですよ。でまた新しくミツバチを買ってきてっていう、なるほどね、使い捨てですね。そうなんですよ。じゃなくて本当の養蜂家さんっていうのはこのミツバチも育てるっていう、だってミツバチが共存なんですよ。ここどれミツバチは宝物を産んでるわけじゃないですか、いろんなことをね。素晴らしい、もうミツバチに食べさせてもらってるんですよね、農家、あの農家のね、 その方々はね。そうなんですよ、だから宝ですよね、逆に言うとね。なのでミツバチがこう過ごせれるものは置いておいて、そうです、ね、で私たちがいただくものをいただいてるっていう、ね、この共存の中で、なるほど、ね、あの作ってるものなんですよ。それうん、だからこういうのもやっぱり続け、あのね、こうずっと続けていけるように、私たちもこう、あのせでか販売とね、うん、やってます。人間はどうしても自然のアルマは勝手にね、取って勝手に殺して当たり前のごとく生活してるじゃないですか。そうなんです、ね、うちはこれそこまで考えてるわけですよね。自然をこう守っていくって、この循環してね、常にね、はい、お互い持ちつ持たれつでね、一番いいですね、これはね。なのでね、あのちょっとそういったちょっとチャガハニーはまあ次回ちょっとお持ちできたら、はいはいはい、お持ちします。楽しみですね、これね、はい、今年もものすごくいいものです。はいはいはい、はい、なるほど ね、 ねもう本当に今日もあっという間で、もう10分前になりましたけども、ね、はい、今日もね、こちらの木曽ヒノキ歯磨きジェルの、はい、PR をさせていただいてて、はい、全国に、まあ、あの私たち1000店舗以上の美容サロンさんが、まあ、弊社 の、 あの商品を取り扱ってくださってるんですけど、この、 あの各地の方言で、パートナーサロンさん の、 あのサロンオーナーさんが、あのこの木曽ヒノキ歯磨きジェルの PR をしてくださってます、はい、それちょっと今日も動画をさせていただきたいと思います。いいはい、大阪ですね。大阪のね、リカさんなんですけどね、これは南、そう、河内弁でもあるんですけどね、はい、それとこのリカさんはね、沖縄の出身の方なんですよ。あ、これあの今日はちょっと大阪のやつと、はい、で沖縄弁っていうのを出してくれますので、ね、ちょっと2つ、ね、2本出していただきます、はいはい、私たちのワイフ切っていただいて大丈夫ですよ、はい。え、どないしたん？マスクの中の口臭が気になるん。ほんならこれ使ってみたらええんちゃ？一回騙されたと思って使ってみてえや。自分ハマると思うわ。知らんけど。でもめっちゃええねん、ほんまに。はい、これが大阪ですね。ですね。次が沖縄弁。沖縄。沖縄弁すごいぞ。ちょっと私も何言ってるか全然わかんないですけど。ぬがマスクの中カジャインバーだったらさ、これ近いみ一回騙されたと思って地高齢ハマインがすんど売りデージだとんど全くわからん本当だねえ、大阪のねリカさんなんですけども、本当に私たちあの女優って呼んでるんですけど、ニックネームもうね、声もいいですしね。そうなんですよ、いいですよね。ね、本当素人さんなのになんかすごいこう芸達者でね、皆さんね、リラックスしてね、いいですね。そうなんです、ね、はい素敵な方今日も。沖縄弁は本当にでも分かんないですよね。ちょっとなんかデージ、売りデージだどんどん英語よりも難しいな、なんか沖縄弁はちょっと分かんないですね。でもね、いいですね、その土地土地のね言葉っていうのはね。そうなんです、そうなんですね。え、まあ、これからもあのちょっと毎回ね、あのいろんなやつをご紹介一つずつさせていただけたらなって、つつうらうらの方はね出てもらってね、これね、はい、これも楽しみの一つですね。そうですね、なるほどねそうなんです、あ、それとね、今日あのちょっとこの抗菌スプレー の、 このプロテクトウイルスっていう、はい、こちらなんですけど、はいはいはい、あの、あ、そうだそうだ、これね、あのこの数日前なんですけど、はい、山陰新聞のところでね、はいはい、あの5歳のね、はい、女の子が保育所でね、はい、あのそのアルコール消毒あるじゃないですか、はい、あれをね舐めちゃったらしいんですよ、まあ、舐めたのか飲んだのかちょっと舐めたって書いてたんですけど、はい、でね一時ねあれですって意識不明になったんですよ。
か、恐ろしいですね。でね、なんかね、フラフラしたりとかして、なんかおかしかったらしいんですよ、行動が。でも、まさかね、そのアルコール消毒の液をね、舐めてるって誰も気づかなくて、そうでしょうね、それがなんでそういう症状になってるかっていうのが分からなくて、だから対処が遅れちゃってね、で一時、そのもう、意識もない状態になったんですって。で、その病名が、はい、急性アルコール中毒です。うわ、5歳の子ですか。5歳の子。でもね、5歳の子ってね、割と認識あるので、うちのスタッフの子供もね、5歳なんですけど、全然多分これ危ないよって言ったら触らないというか、まあ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 認識してると思うんですよ。でも、あれをね、こう舐めちゃってるっていうね、そういう危険性があるんですよね。で、子供たちが、やっぱ届く位置にあることが多いんですよ。まあ、どっちかというと、この子供たちの顔の位置ぐらいのところで、こう、バシャバシャってするような。はいはい、で、それが例えば口に入ったりとか、はい、ちょっと少量でもね、そういう可能性があるってことを皆さんに知っていただきたいなっていう。そうですね。うん、で、私たちね、アルコール消毒ではなくって、また新たなこのナノシルバーシリカっていう、そうですね、まあ、成分を用いた、はい、除菌も抗菌もできる、こういう、スプレーを作らせていただいてて、はい、で、これだったら、口に入っても、もし間違ってね、お子さんが飲んでしまっても大丈夫です。はい。はい、そうですね。で、それで、こう、消毒していただいたりとか、こういったアクリル板とかも拭いていただけますし、はい、子供たちなんかは特にね、皆さん、こう、全身にこうかけたりとかしてるんですけど、はいはいはい、それのね、この、ボトル 500ml って言って結構な量が入ってるんですけど、はいはい、それに付け加えて、詰め替え用のね、このパウチ式のやつをちょっと今回、はい、数量限定なんですけど、はい、発売させていただいてます、はいはい、でこれは倍の1リットル入ってます、はいはい、で通常ね7700円するんですけど、はい、今5400円で皆さん提供させていただいてまして ね、はい、これからもまだねアルコール消毒とかっていうのはまだそうです、ね、継続されると思うんですね。ずっとこれからも続きますよ、間違いなくね。まだね続くと思うんですよ。でもちょっと一人一人ね お子さんがいる環境とかまあ、今保育所とかでも採用してくださってるんですけど、やっぱりちょっと子供たちがこういるようなとことか、はい、お店とかの方はねちょっと切り替えていただいて、そうす、効果としてはアルコール消毒より効果があります。アルコールはねその時だけなんですよ。すぐ効果薄れちゃうんですよ。そうほんと何分も正直なし、で手がボロボロになるしね、揮発しちゃうので、揮発しちゃったらもう効果ないんですよね。ないす、でこれだと抗菌作用もあるので、はい、一回拭いていただいたらそこに付着しても、そうですね、不活性するっていうような、ちゃんとしたデータも取らせていただいてるので、ね、こういったものをねちょっと切り替えていただいたりとかすることによってね子どもたちも守れますので ね、 そうですね、今ちょっとそういうことでね今またちょっとさらに今ちょっと売れています。はいですのでちょっとこれをねちっちゃいこうボトルとかね、はい、スプレーボトルに入れていただいて、ね、そうです、これですね、こういうのにね持っていただいてね、お店の方にね自分の使っていいですかとか、はい、自分のありますって言ったらね大体言わないです、言われないですから、ここにアルコール消毒だけじゃなくって、もう自分の身は自分で守るじゃないですけども、そうす、はい、子どもたちも守るっていうことで、どこ行ってもね物に手のところ、例えば新幹線のところ巻くとかね、はい、いろんなこと必要ですよ今ね自分でね。そうですね、ですのでねこういったのをちょっと持っていただいて、 ね、それでやっていただくとか、はい、子どもたちはもうマイボトルに入れてこれで消毒するんだよっていうふうにね教えてあげてほしいなって思います。そうです、まさにそうです。はい、でお店とかされてる方でねお子さんとか結構来られる場所なんかは、はいはい、アルコール消毒じゃなくてこういったねものにね切り替えていただいて、はい、一人ずつがねちょっとやっていただくことによって ね、子どもたち守れますし、はい、はい、まあ、実際ねこういう事故がやっぱり起こってます。そうです、うん、でワンちゃんとかね猫ちゃんとかに、ね、舐めたりとかしてね、よくないですね。それも事故が起きてるみたいです。はい、あとあれってアルコールでよく手あるじゃないですか、うん、あれ高級バッグ持ってるねお姉さんがあったら絵がボロボロになってなんでっていうねこれこういう現象が起こってるんですよ。そうなんですよ、高級バッグの持つところがね。そうなんです、そうなんですよね。なんでこんな痛むのってねアルコールなんですよ結局は。そうなんです、もうちょこちょこあってビタビタでこう持つじゃないですか、ね、そうなんですよ。だから高級バッグがねえらいことになってますのでね、財布とかね、はい、色変わっちゃったりとかね、はい、この、プロテクトウイルスでねしていただいてすぐ持っていただいても全然大丈夫ですので、問題ないです、はい、また逆に言うと菌を
つけないじゃないですか。そうですね、バッグに対してもね、発生に活かせないですね、はい、プラス思考ですね、はい、全部 ね、 ね、そういう形でね、はい、していただければと思います。はい、はいはい、また、来週はあれですよね、来週、再来週ですかね、はい、27日の、ね、5時から、5時からです、はい、させていただきますので、またご覧ください。この番組生放送に、はい、いろんな質問も受け付けてますから、全然皆さん問題ないですよ。そうですね、インスタの方でもね、決まったひろみで、それでアルファベットで決まったひろみで、検索していただいたら、いろいろ今日ねお話したこととかも発信してますので、そこにね、またこういうのどうだって質問して、この番組でも答えしますからね、はい、よろしくお願いします。ね、はい、また、では、良い週末を皆さんお過ごしください。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。